この辺か？この辺だって気がする。ああ、この辺だ。広いよな、ほんと、この街。はい、ただいま戻りました。はい。まあ。律儀か。マジ？え、どこが タンタン、おう、あそこの人が。ちょっとね、あっちの世界ではね、タンタンの冒険とかなんかありますよね。君たちにはわかんないのか。そりゃそうだよね。こっちの世界の人なんだから。そのタンタンとかいうやつはどこにいんだっけ？多分この坂の下にいた気がするんだけど。え、この坂の下だったっけ？ちょっと待って、やべえ。タンタンの家を忘れた。あれ、こっちだっけ？タンタンの家。タンタン？タンタン？タンタン絶対こっちじゃねえよな。やっぱ坂降りるよな、もう。もう、ここの地形がもうよくわかんなくなってきたぜ。もうそろそろタンタン地か？タンタンかなりね、南に行った覚えがある。ここの隣というか、隣の番地よ。あれ？この辺じゃない？橋があるよね。あ、ここ、ここ。タンタン。お前、ここだろ、タンタン。そうです。おです。言えてねー。うっそ、誰もいない。マジか。誰もいないってことがあるのか。鍵ぐらい閉めろよ、あいつ。なんで鍵閉めてへんの、あいつ。わろただわ。それ以上、タンタン見つかんねえな。タンタン。タンタンがいない。いた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 。おい、タンタン。タンタン、お前逃げる癖半端ねえ。うん、やんでほしいな。あるよ、驚くのよ。お前逃げてんじゃねえよって話なんだけどさ。はい。なんだ？ちょっと見せてくれたっていいじゃん。でも毎日別に悪くねえぞ。ちょっと和風の感じ良かったぜ。もったいないな。おう。毎日新しいもの入荷してるってさ、その古いものはどこへ行くの？ゴミ箱だよね。絶対ゴミステーションに来てやんね、それ。もったいない、あいつ。あいつ、だからさ、金ねえんだよ。だからあいつ、金ねえんだよ、ほんと。よし。ただいま戻りました。よし。もうそろそろ終わんないかな、この仕事。おーし！センキュー。おの。はあ。はーい。はーい。おのか。あれ？あれ？おい、通れねえ。なんだここ。広いな。本当に森じゃねえかよ。マモルさんってどこだっけ？やべえ、いまだにこの場所のね、形が慣れねえ。てか、毎回地形が変化してる気がして怖いんだけど。多分こっちの方に家あるはず。あれ、このクマさん、ヤギ、この下だよね。あれ、なんでバスケットボール落ちてんの？まあいいや。 なんでバスケットボールが落ちてんの？おい、逃げんな。
お前に用があるんだ。おい、お前のところだけなんか風吹いてるぞ。おずぐす。はい、どうぞ。木切っといてくれ、あの長い森。ああ、この手紙。ん？おう。俺もちょっと嬉しい。嬉しいのか。ほう、ありがたいね。てかこのバスケットボールなんやねん。そういえばバスケ部に好きな人いるんだけど、なんか置いてきちゃったな。あの世行っちゃったな。なんかちょっと悲しいな。なんかちょっと悲しいな。あ、じゃあ早くタヌキ。なんか光ってるよあそこ。何？なんかあそこ光ってるな。なんだあれ。ただいま戻りました。木に引っかかった。よし、ただいま戻りました。マジか。次の仕事何？うん、お店の宣伝。あ、オッケーっす。マジ？それやべえよ。恥ずかしいこと。店に来いでいいですね。店に来いでいいでしょうね。じゃあ今から駅に向かよう。あれ、これマップ？掲示板ってどこだっけ？あ、ここか。よし、書こう。書き込みます。これでいいね。はい。オッケー。たったの5文字だけでいいなんてほんと楽だぜ。タヌキ、タヌキちゃん、これでしょ。ちゃんと君の言った通り宣伝はしてるぞ。なんか鼻枯れてね。まあいいや。はい。え？何が？マジか。ははー。うっそ。ん？もうお金貯まったの？1400。まあ、時給2時間ぐらい働いたってことか。そんな働いたつもりないけど。こっち、こいつ結構いいじゃん。いいやつじゃん。こいつ結構。時給800円の世界でこいつ、あれ2時間も働いてねえのに1400円くれた。こいつほんといいやつだ。もう君のことさ、気だってごめん。ほんとごめん。知らないもの売って金稼ぐのか。おいいやつ。オッケー。1週間に1000。マジか。ほう。おう、持ってるお金180。よし、自由だ。わっふぃ。じゃあ今日も終わったし、家に帰って寝よっかな。
じゃ、おやすみなさーい。あなた、知らないもう一つの世界で忘れ去られた人々が楽しく生活しているの。それはファンタジーフォレスト、幻想の森、種族違いのものが関わる神秘の場所。事故にあった暴走機関車が導いたこの場所。